3秒で反り腰を直す立ち方をお伝えします。それはこれをこうしてあげるだけなんです。はい、こんにちは、整体師のアキです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日お伝えする内容は3秒、たった3秒で反り腰を直す立ち方をお伝えしたいと思います。それはどうやったら反り腰を直せるのっていうお話なんですけど、足を内股にしないってことです。まず反り腰についてお話をしたいと思います。反り腰というものは骨盤が前に傾いてしまっていて、腰の骨がぐっと反り上げている状態のことを言います。そして反り上げることによってお尻が大きくなったり、下っ腹が出たり、足の太ももが太くなってしまったりというような弊害も及ぼします。ではどういう立ち方をすれば反り腰が治るのということなんですけど、今から僕がやりながら説明するので一緒にやりましょう。はい、それではいきます。はい、それでは実際にやってみましょう。まずは反り腰を作ってしまう原因を体で体験してみてください。足を内股にしてもらって立ってみてください。足を内股にすることで腰が前に反ってる感じっていうのを感じてもらえてるでしょうか。反り腰を直す立ち方っていうのも分かりますよね。足が内股になると腰が反ってしまうのであれば、足を外に出してあげればいいんです。足を外に出してあげると骨盤が後ろに戻るの分かっていただけますか。実際にやってみてくださいね。まずは足を内側に入れて反り腰を作ってみてください。そして足を外に向けて立っていってください。そうすると骨盤が前に傾いていたのが後ろに下がるのを分かってもらえると思います。そうです、たった3秒で反り腰を直す立ち方というものは足を外に出すことです。たったこれだけで反り腰っていうのは改善されます。いかがだったでしょうか。反り腰というものはですね、腰そのものに原因はないんです。実は反り腰の原因というものは腰そのものにはなくて足にあったりもします。ですので立ち方を気をつけて反り腰を直してってください。本日の内容いいねと思っていただければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。本日も動画をご覧いただいて本当にありがとうございました。